ベナスタルです、アミゴース。どうも PJLL のバハロンです。はい、まあノアの話がね続いておりますが、今日も今日もというか、まあご存知の方はご存知、私まとめ撮りをしておりますのでまあずっと同じTシャツ着てやってるわけですが、 I am ノアという形、今日もねやっていきたいなというふうに思います。はい、今日はですね、先日行われました、ノア Go Forward Powered by ABEMA ということで、 ABEMA でね放送されてた、ノアのビッグマッチというか、まあ、メモリアルマッチといいますかね、三沢さんのですね、三沢ミスタール選手の、まあ、命日にあたる部分が6月13日ということで、まあ、その翌日6月14日に行われたこの、まあ、メモリアルマッチといいますかね、それがノア Go Forward Powered by ABEMA、 ノアは前に進むということなのかなという感じでございますけれども、まあ、ここで行われた試合の振り返りね、言ってみたいと思います。まあ、注目の試合だけちょっと軽くパパッとこう振り返って、まあ、行こうかなというふうに思っております。はい、でまずは GHC ジュニアヘビー級選手権試合、鈴木小太郎対小峠敦史、24分、スーパーマスドライバーからのエビ固めで、鈴木小太郎選手が防衛という形でございました。はい、まあ、なんと言いますか、まあ、防衛だろうなっていう感じで、まあ、見てましたし、まあ、試合的には、まあ、鈴木小太郎選手が全体的にコントロールしてやってるんやなっていう感じも、まあ、しているところで、まあ、これに関しては試合内容がどうこうっていうのはあんまり僕はないかなというふうに思ってます。で、まあ、その試合後なんですけど、まあ、カズ林選手っていうのが、まあ、挑戦表明をしてきて、まあ、次期選手権試合は鈴木小太郎対カズ林という組み合わせになるということでございます。で、まあ、と思って。まあ、カズ選手ってここ2、3試合で参戦してきた選手なんですけど、まあ、正直いきなりベルトに挑戦しちゃうんだなみたいなね、感じがあって、まあ、ただそのカズ選手のコメントとしては、その俺はこのリングで生き残るためにやってるんだよと。一レスラーとして、まあ、カズ林がどこまでいけるのかお見せしますよ、みたいな感じの、まあ、コメントを残していて、まあ、確かに、まあ、生き残りをかけたという意味では、まあ、確かに、挑戦表明していくのもありなのかな、というふうには思うわけなんですけど、そうなってきたら、まあ、結局その、まあ、吉岡聖輝もそうじゃんって話になるんだけれども、そのノア・イン・ザ・スポットライトというジュニアヘビーの3日間の試合、TV マッチにおいて、まあ、カズ・ハヤシが吉岡聖輝を仕留めていることで、お前は黙ってろというポジションをカズ・ハヤシが作ったのかなという感じでございますね。はい。そんな感じですかね。まあ、そして GHC ナショナル選手権試合、まあ、中島勝彦対井上正雄、19分38秒。レフェリーストップ、スリーパーホールドからの失神 KO という形で、試合が、まあ、展開されておりました。で、試合後なんですけれども、まあ、ナショナル王座挑戦権をかけたトーナメントをやりますということでですね、中島勝彦選手が表明するという形でございました。はい、でこの GHC ナショナル選手権試合が、決まったあたりでですね、井上正雄選手の別の側面がもしかしたらこの試合で見れるかもしれませんねみたいな動画を、まあ、私の方上げているわけなんですけれども、まあ、見れたかどうかで言うとちょっと難しい感じだったのかなっていうねところでは、まあ、ありましたね。だから井上選手の高校で、その、なんだろう、その選手会同盟に入って、まあ、わざわざ赤い道着を着て、まあ、挑戦表明をして、っていう流れだったんで、これはもしかするとその井上正雄選手っていうのはそのどっちかというとコメディ色の強いレスリングをするタイプのレスラーだったわけなんですけど、そういった部分じゃない、またすごい井上正雄の側面っていうのが見れるのかなというふうにね、まあ思ってたりとかしたんですけど、みたいな。ってそんなにあれだったかなっていう感じはしましたね。なのでまあ、
まあ、それに関して言うと、まあ、中島和彦選手がその試合後のコメントで、まあ、やっぱり正雄じゃなかったねっていうコメントを残しているので、まあ、逆に言うとそれに僕はまたこの井上選手が奮起を促してですね、また立ち向かっていただければなという感じが、しておりますね、はい。まあ、そして、スペシャル6人タッグマッチということで武藤圭司、丸藤直道、望月選手、ね、そして、清宮選手、谷口選手、モハメド・ヨネ選手の、まあ、6人タッグマッチというのが行われまして、22分55秒パーフェクトキーロックで、まあ、武藤、丸藤、望月組の勝利という形でございました。でこの試合の注目ポイントは、まあ、この試合が組まれたのはその清宮選手がニューホープというですね TV マッチが清宮海斗選手を中心とした、まあ、そのテレビマッチというのが組まれていて、そこで、まあ、武藤圭司を感じたいっていうのね、武藤圭司と対戦したいみたいなね、ことを表明したのでここで実現しているという形になっているかなというところですよね。で、まあねこの試合なんですけど、もう清宮選手ですね、もう武藤選手の手のひらの上っていう感じで、もう何もできなかったですね清宮選手は。はい、もう若いとはいえ1年間ノアのチャンピオンをやった男ですよ清宮海斗っていうのはね。でそれを敵に回しても赤子の手をひねるかのごとく何もさせない武藤圭司、いや、 やっぱ武藤さんってすげえなと改めて見ながら思いましたよね。体も全然こうやっぱでかくて厚みがあってみたいな体だし、でこの試合なんですけど、その人工関節、膝が悪い状態だったので人工関節の手術を受けて、まあ、試合に復帰されて試合を今展開しているわけなんですけど、めちゃその何回か見てきたその復帰後見てきた武藤圭司の中で過去一っていうか今までで一番動きが良かったんじゃないかなっていうぐらい、なんかもうみたいな、これ膝手術した人の動きなのっていう感じで、もうスムーズにもう全てをこなすみたいなね感じが起こってて、いやちょっとね見ててびっくりしましたね。武藤さんまだまだいけるじゃないですかって。まあただ試合のが終わった後ちょっとなんか膝が悪い感じでこうやっぱり帰っていってましたけど、試合中はねなんかめちゃめちゃすごいじゃんっていう、でドラゴンスクリューをほらーってドラゴンスクリューかましまくった後の足4の字とかいうね、必勝パターンみたいなね、やつとか久々に見たなみたいな感じで、僕は子供の頃見てたやつだったんで、いやーちょっとね嬉しかったですよね見ててね、うわー久々に見るなこれっていう感じで、はい、楽しかったですね、はい。ただまあ清宮選手ね、本当に何もできないっていうぐらい、武藤選手がこの試合は本当に素晴らしかったかなという形でございますね、はい。なので武藤選手もねまだまだ見ていきたいなという感じでございます、はい。そしてもうこの日の試合の全てはねここなんですよ、はい。GHC ヘビー級選手権試合、塩崎豪対斉藤明俊、29分22秒、剛腕ラリアットからの片エビ固めで塩崎選手の防衛でございます、はい。いやーねー、まあ、この試合はですね、どうやらですね、まあ、僕はその時の様子を知らないので、まあ、深くそこについて語ることはないんですけれども、三沢選手のですね最後のタッグパートナーというのが、まあ、塩崎豪選手で、その時、まあ、その時というか、まあ、その時代三沢選手と戦っていたというねタッグで戦っていたのが、まあ、斉藤明俊選手というノアをね、その当時からノアをずっと主戦場にしてきている、まあ、塩崎豪選手は一旦離れたりしたみたいなんですけど、まあ、ずっとノアでね戦っている2人 の因縁の対決というね、触れ込みというかストーリーというかねなったんですよね。でこの試合なんですけど、まあ、僕は以前から言っている通り、塩崎豪選手っていうのが
もうめちゃめちゃね、今もうフェロモン出まくっててエロいなっていう風に思ってるわけなんですよ。うん、プロレス界の中で今最もエロい男って毎回言ってますけど塩崎選手はね、本当にもう見た目も良くてみたいな。で、試合もね、すげえ全部技受けるし、みたいなね、感じでね、僕好きなんですけど、だから塩崎豪が、この試合だから僕は塩崎豪が、一体どんなまたね、チャンピオンロードの試合をね、見せてくれるのかなっていう風に、楽しみに見てたんですよ。そしたらですね、なんと、ですね、この日の試合の主役は、斉藤明俊でした。紛れもなく。いやーね、斉藤さんがね、もうめちゃめちゃ良くてですね、まあなんていうんですかね、この前段階で挑戦表明みたいなことをするんですよ。リング上というか、TV マッチのところで斉藤明俊選手が出てきて、挑戦状という形でこう挑戦状をね、塩崎豪に対して読むというね、形で挑戦表明をするというねことがあったんですけど、まあその挑戦状のやっぱり言葉のない書かれている言葉の内容のセンスだったりとか、あとはですね、この自粛コロナ自粛期間中とかだったと思うんですけど、斉藤明俊選手が、YouTube の方で宮城さんですかね、カメラマンのと、なんかYouTube ライブかなんかをやっている様子をですね、僕は拝見させていただいてたんですけど、斉藤さんね、普通にめちゃめちゃ喋れるんですよね。うん、で、その喋る言葉もめちゃくちゃもう、なんか非常に丁寧かつ、理路整然としている感じでお話をされてて、だからね、斉藤さんって多分言葉のセンスめちゃくちゃあるんだろうなっていう風に思いながら、まあ、見てたんですよ。なので、挑戦表明した時もすげえかっこいいなと思いながら見てたし、じゃあどんな試合になるのかなと思って、ただ、まあ、僕が持っている、まあ、のは最近僕は見始めたばっかりなんで、そこの知識で言うと、まあ、斉藤明俊選手っていうのはその空手出身で、まあ、その昔ね、新日本プロレスに上がっていたこともね、見てたこともありますけど、そんなに覚えてないわけですよ、僕小さい頃見てただけなんで。で、僕がノアを見始めて見ている斉藤明俊っていう選手っていうのは、もう本当、その第1試合、第2試合に出てくる選手っていうような感じのイメージなんですよね。なので、まあ言うてまえば、もうその、盛り上げるための試合の序盤に出てくる選手っていう感じの位置づけでしかなかったんですよ。だけど、この日の、この斉藤明俊っていうのは、まあその三沢さんのメモリアルで行われるタイトルマッチっていうところもあっただろうし、そのずっと塩崎豪を見てきたっていう思いもあっただろうし、ずっとノアで戦ってきているっていう誇りもあっただろうし、いろんなものがね、多分斉藤さんの中にあって、それをなんか背負った上でというか、なんかいろんな覚悟を決めた上で、なんか上がった、このリングに上がった男の顔だったんじゃないかなっていう風に、まあ見てて思いましたね。もう目が違うんですよ。その、第1試合、第2試合でやってる時とは。もう全然目が違ってて。でも、この日の試合、本当に塩崎豪選手の腕をね、バンバンにこう、鉄柱に打ち付けたりとかしながら、とか、こう、いろいろ腕攻めをして、塩崎豪っていうのは、こう、逆水平がね、強い。ラリアットも強い。必殺技で強い、みたいな感じなんで、その腕をね、こう、痛めつけに行くっていう流れの試合展開でやってたんですけど、で、そうやって、そういう腕攻めをするときは、もう本当に非常な斉藤明俊っていう感じで、もうひたすら腕をね、もう中心に攻めていくっていう感じだったし、で、塩崎豪をね、本当になんかこう、潰すつもりで来てるっていう感じの試合をやってて、いや、もう雰囲気がもう全然違うんですよね、今までと。だから、もう試合をこうずっとやっていって、でわー、斉藤明俊やべえな、かっこいいなみたいな感じの試合になってたし、で塩崎豪は塩崎豪でその技をね、もう全部受け止めるし、で塩崎豪がじゃあ斉藤明俊に反撃を繰り返す時も、
その逆水平だって斉藤明俊はもう逃げずに全部受けるんですよ。なんかね、なんかもう本当だからお互いが持ってるものを本当にそこに全部集約したっていうか、集中したさせてるっていうか、もうやっぱりそのなんて言うんでしょうね、その華やかさっていうものはそこにね、華やかさはないんですよね。華やかさはない、もうただ戦っている2人の男がいるだけっていう、いやもう本当なんか本当そういう余計なものを取っ払って戦っている男が2人いるっていう、そのシンプルさというか、そこがやっぱりそこにもたらされるわびさび感というかですね、はい、そういったものがねこの試合にはめちゃくちゃ詰まってて、だから塩崎豪も当然メモリアルマッチっていうこともあるし、自分は覚悟を決めてこのノアのチャンピオンとして今後やっていくっていう表情をずっと見せ続けてきたわけだしっていう感じの試合だったんで、もうね最高でしたよこの試合は。ちょっと僕ももうね一生懸命なんか言葉にしようとするんですけど、これはね、まあ、はっきり言って言葉にならんよ。だから久々に来たなと思って、勝ったやつもすげえ、負けたやつもすげえっていう試合が久々に来たなって思ったんですよ。だからまあ、僕がね他の団体のプロレスに対していろいろ文句を言ってることがあって、まあ、そこにそうだねって思ってるような人がねいたりすると思うんだけど、もうそういう人は本当試合見てほしいなって僕は思います。はい、だからもうどっかになくなったと思ってたものがここにあったっていう感覚にきっと陥るはずなんですよ。はい、なのでぜひねそういう人には僕はノアの試合は見てほしいなと思いますね。はい、なんかヒリヒリした本当ヒリヒリした試合がねあるんですよ。そしてもう本当まっすぐな試合があるんですよ。なのでね見ていただければなというふうに思います。まあその新日しか見ないっていうこだわってるね方もいらっしゃるとは思うんですけど、僕はあれはねいやもうどこのファンとかに関わらずもう見てほしいなっていうふうに思う試合でしたね。その三沢さん、一応まあ簡単な予備知識で言えば、そのさっき言ったような三沢さんっていうねノアのを作った人物がいて、まあ、そこに慕って現れた2人みたいなね感じじゃないですか。でそこでお互いノアを背負って戦って、ずっと戦ってきた斉藤明俊、ね、一旦ノアを離れたけど戻ってきて、でもノアを背負って立つ覚悟の決まった塩崎豪っていう、この2人の男の戦いよ。いやもうマジ最高なんで、まあ、よかったらね見ていただければと。まあパワードバイアベマなので、アベマ TV の方でまあ見れる、何日間か無料で見れるのかもしれないし、まあレスルユニバースに入ってれば当然見れるという試合になりますので、まあぜひね皆さんこればっかりは見ていただきたいなというふうに思います。はい、もう本当に久々に勝ったやつもすげえ、負けたやつもすげえっていうの来てますから、はい。でまあそんなね素晴らしい試合、ちょっとね時間がまた長くなっちゃうんであれなんですけど、一個だけね一個だけねちょっと言いたいことがあって、それでも最後の最後のマイクなんですけど、あそうまあマイクもすげえ良かったのよ試合後の。わあそれ言うの忘れてたけど、もうごめん時間がちょっとないからさ、ないからっていうか長くなっちゃうからさあれなんですけど、もうマイク、その後のマイクもすごいわけ。斉藤明俊選手が一言だけ言わせてくれっつって、GHC ヘビー級チャンピオン塩崎豪殿、いや塩ありがとうって言うんですよ。でありがとうっつって握手求めに行って、お互いガシで握手して、これで俺は前に進めるよみたいな、次に進むよみたいなこと言うんですよ斉藤明俊選手が。もうねもう感動、もう本当に泣いたもん。もう今もちょっとうるっときちゃったけど、もうあれやばいのよこの試合本当やばい。もういいもうねいいや、もう見たい人だけ見て
まあでも最高なんだから見たい人だけ見て、本当もう本当久々だからこの試合、こういう試合ね。でまあその一個だけ俺が言いたいのは、締めマイク締めチャンピオン塩崎ゴードのあのマイク締めに関して一つ言わせてくれまあマイク締めするときに塩崎ゴー選手が、最近はねこのアイアムノアっつって締めるんですよ。アイアムノアって言ってテー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 つって音楽がかかるんですけど、これ前も言ったんだけど、でしかもちょいちょい塩崎ゴー選手って、その試合マイクじゃないところでアイアムノアだし We are ノアだからみたいなことを使い始めたじゃないですか。 We are ノアって言ってくださいって俺も言ったからね、俺が言ったから使ってるわけじゃないけどでもそういうこと形になったんで、マイク締めをちゃんとやってほしいなって思ってて、いや一応今回 I am Noah で締めるっていうのは多分ちゃんとやってた形だと思うんですけど、今後その客お客さんを入れてビッグマッチの時にやっぱファンも一緒にコールをしてドーンって終われる感じの方が俺は楽しいんじゃないかなって思うんですよ。なので今回試合締めをねした時にみんな準備はいいかみたいなことちゃんと言ったじゃないですか、塩崎選手ね。で、みんな準備はいいかみたいなこと言って、ノアには塩崎豪がいる。アイアン、ノア。つって、てーてーてーつって終わっちゃったんですよ。いや、そうじゃないぞ。塩崎豪殿。そうではないでござるよ。準備はいいかまで言うんだったらちゃんとやろうぜって一瞬思っちゃった。まあ、全然それは関係ないのかもしれないけど、うん。でもどうせだったら、まあ、準備はいいかみたいなね、のことを言って、ノアには塩崎豪がいる。そして、今日会場に来てくれた皆さん。テレビの前で見てくれている皆さん。皆さんがいる。みたいなね。テレビの前で見てくれている皆さんがいる。行くぞって言って、行くぞって言った後に言い始めればきっとお客さんも入れると思うんですよ。だからね、ノアには塩崎豪がいる。そして今日この会場に来てくれたお客様、テレビで見てくれているお客様、レッスルユニバースで見てくれているお客さんがいる。行くぞ。 I am Noah. We areノア、ドーン。どうすかこれ。こっちの方でどうすか。うん。この感じだったら、行くぞが入った後に言いますっていう感じの形が作れるじゃないですか。そしたらみんな I am ノア、We are ノアっていう大合唱で終われるんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ一個だけ言うとしたらそこだけ。そこだけねお願いできればなっていう風に、はい、思いますので、まあ、もしノア関係者の皆さん見てらっしゃったらですね、どうですかね、そういう感じでやっていただくのはいいんじゃないかなという風に思っております。ということで、まあ、ちょっとごめんなさいです。やっぱねちょっと動画だいぶ長くなっちゃいましたけど、このゴーフォワードね、見ていらっしゃった皆さんが実際、まあ、これ見ててね、まあ、どんな風に感じたかっていうのはぜひコメント欄に書いていただければという風に思います。はい、ということでね、ちょっと長くなってしまいましたけれども、またノアの動画だったりとかね、もちろん今後はちょっと新日もね、ニュージャパンカップとか始まっちゃいますので、新日の動画上がってくるかとは思いますけれども、まあ皆さんプロレスのをね、一緒に楽しんでいただけ、プロレスをね、一緒に楽しんでいければなというふうに思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価の方もお待ちしてるぜ。ということで、また皆さん次の動画でお会いしましょう。セニョス、アミーゴス。アスタルエゴ。アディオス。